コンビニは顧客の便利のために年中無休で24時間営業する小規模店舗のことです。コンビニでは時間や場所にかかわらず生活用品やさまざまな軽食の提供だけでなく ATM や宅配便などといったさまざまな生活サービスも一緒に提供しているので訪れる人が多いです。ところでセブンイレブンの看板を見てみると数字の7の上に英語で11と書かれていますがよく見ると少しおかしいです。一番後ろの N が小文字になっており残りのアルファベットと同じ大きさになっています。したがって注意してみないと気づきにくいのですがどうして N だけを小文字にしているのでしょうか。まずはセブンイレブンの名前の由来から見ていきましょう。セブンイレブンは1927年にアメリカのテキサスの小さな町オーククリフで食料品を保存するための氷を販売するサウスランドアイス社として始まり当時午前7時から午後11時まで営業していました。業務の特性上食品保管がしやすくこの特徴を生かして卵や牛乳、パンなどの食品を販売することでコンビニに発展しました。そして1946年から営業時間を強調する目的でセブンイレブンという称号を使用しましたがそれ以降営業時間を24時間に変更したにもかかわらず称号をそのまま用いており本来の意味とは異なる称号となりました。ちなみにセブンイレブンはアメリカで始まりましたが日本の会社が株式をすべて買い入れたので今では日系の会社です。これと関連してあるメディアがアメリカの担当者に小文字の N を使った理由を問い合わせたのですがすでにロゴの担当者が辞めており回答をもらえなかったそうです。つまり日本本社でもなぜ N が小文字になっているのか正確にはわかりません。とにかく私もセブンイレブンの関係者に問い合わせてみました。正解がないので意見として返事をいただきましたが、イレブンの全てを大文字にするととても鋭く見えるという意見があり、最後だけ小文字にしたと推定されるそうです。実はこの意見は広く知られている主張の一つで、現在のロゴは1968年度にデザインされたもので、それ以前には N を大文字で記載していました。当時アメリカの会社で会った時の社長の妻が提案してそうなったという話があります。その他にも由来に関する別の主張を見てみるとセブンイレブンを数字で表現すると711で数字を商標として登録することは難しいため N だけを小文字にしたという話もあります。そしてよく知られている話ではありませんが大文字 N は線が外に向けて出ていて運や財が外に抜けていくという風水地理的な解釈もあります。ところで興味深いのはセブンイレブンの運営会社セブン&アイホールディングスのロゴは小文字の N ではなく大文字の N を使用しています。したがってその主張は信憑性がありません。疑問は解決されましたか？